ブレンダーによるサブサーフェススキャタリングの例人間の肌におけるサブサーフェススキャタリングの例サブサーフェススキャタリングは光が半透明な物体の表面を透過し内部で散乱した後に表面から出ていくメカニズムのこと。表面化散乱という訳語で呼ばれることもある。フォトリアルな 3DCG の質感を生成する技術の一つである SSS と略される。 例えば、人間の肌の質感などが良い例である。人間の肌の表面は、実は、半透明であり、光は、完全には反射されず、一度肌の内部に入り、内部において何度も何度も、反射と散乱を繰り返した後に、外に出る。そこで出てきた光を見て、人間は色を感じている。1990年代までは、光の透過と散乱という、 このメカニズムを 3DCG では再現できずリアルな表現が困難であった。2000年代に入った頃からこのサブサーフェススキャタリングという一種のシミュレーション技術が一般的に実用化され現在では好んで使用されている。サブサーフェススキャタリングが用いられる代表的な材質には肌以外に大理石、牛乳などがある。いずれも 光を透過する質感を持つものである。映画、ハリー・ポッターと秘密の部屋に登場する CG キャラクター、ドビーや、スター・ウォーズエピソード2、クローンの攻撃、スター・ウォーズエピソード3、シスの復讐で、CG として登場したキャラクターヨーダ、ロード・オブ・ザ・リング、二つの塔、ロード・オブ・ザ・リング、王の帰還に登場するゴラムなどの肌には、このサブサーフェススキャタリングの技術が用いられている。 コンピュータグラフィックス以外の彫刻やアニマトロニクス等の分野でもこの性質は利用されている。ありがとうございます。